いやー、やばすぎるこれは。毎週来てもいい。朝日岳のスキー場登って、もうすぐロープウェイの駅です。すごい景色、あっちは朝日岳。はあ、素晴らしい。街の方はちょっとガスで、ちょっと沢になっているところ、少し下がってトラバース。ちょっと標高上げすぎたので降りてます。アンタロマ方面、ちょっと下っていく。わあ、すごいな。もう少しで山頂です。よいしょ。さあさあ、スキーアイゼンをつけて登ります。カチカチじゃん、もうその辺。この写しどころ、はい、360で山って言ってたね。360で山、これが硬くて。もうすぐアンタローマ山頂です。意外と浅いよな。地が愛別で、あの愛別の、うん、この辺でフィフティーを脱力してフィフティーの沢だ。ビリビリの沢だ。なるほど。あったらそこそこ行くからね。はい、生きてきたな。いいかい、行くよ。行ってくるよ。イエーイ、シャイ。ごめん。うわ、あ、いいパイダーがあれば最初ぐらい。行きますよ。
ちょっと気をつけないとね。八尾崎、おっしゃ行くぞ。はい。よくわからない、説明がよくわかんない。盛り返し、来なくていいよ。それではしんちゃん5秒後に行きます。しんちゃん5秒後に行きます。どうぞ行くぜ。
マジかー、こけただ。あ、惜しい。やばい。大したね。遊びまくれるこれ。イエーイ。いやー、遅いからよく滑る、おいしそうスピードつけても。いやー、やばすぎる、これは毎週来てもいい。やばい、この景色やばい、景色やばいね、やばい、もう最高。こんな場所があっていいのか。うわ、気持ちいい、やばい、おかしいな、太いから追いつけないな、おかしい。無理か。よし、おとなしく張るか。その方が早いですね、うん、絶対。早いわ。やばい、もうめっちゃしんちゃんのバッグめっちゃ多分いい映像撮れてる。帽子を撮ってて。行くね、めっちゃ最高ですね。いやスケールがやばいで、ね、でかいね、めっちゃ ねびっくりした、もうシール貼りますよ。はい、いやこの景色最高だ、これはいいわ、たまらんしょ、うん。やばい、これを見ながら滑るっていうのがもうさあ行くぞ、イエーイ。朝日岳が綺麗だな。ん？候補行けるだけでしょ。よし、よし。あ、まだ歩かなきゃいけないのか。
行っていい、行っていいよ。はい。行っていいよ、行っていいよ。余裕。こういうところこそベンディングターンね。重いな、もう。もうね、だいぶやら死んでるね、うん。止まりそうになるもん。帰ってスキー。
あ、いやいや、めっちゃ止まってる。